本日紹介するのは、女子競泳選手の池江梨香子さん、生年月日は、2000年7月4日生まれ、身長が171センチ、東京都出身です。池江梨香子さんの父親は、元、航空自衛隊パイロットで、身長190センチあるそうです。母親は出産を機に、子育てのことに関して、幅広く電学を積み、 1995年、小岩に幼児教室を開校。現在は、チャイルドアカデミー、元八幡教室を運営。26年間、子供の能力開発に携わる。幼児教室を経営するかたわら、自身も講師として、教室で子供たちの指導を行う。両親は、池江さんが、小学校の頃に離婚している。池江さんは次女で、姉と兄がいるそうです。 川方の祖父は岐阜県氷上郡白鳥町出身であり、自身もたびたび氷上市を訪問するなど、縁が深いこともあって、2018年に氷上市スポーツアンバサダーに就任した。好きな食べ物はチョコレートでレースの直前や合間にも食べていたが、大会中は我慢するようになった。食事はバランスよく食べるようにしているが、魚介類、 特に貝類は苦手だそうです。20代でやってみたいことは、バンジージャンプで、ハマっていることは、ウクレレ。また、リカコさんは、スカイピースのファンである、白血病と診断される前から、二人の動画を視聴しており、2021年7月に配信された、解散ドッキリの動画に関して、自身のツイッターで入院中、しんどかった時も、たくさん笑わせてくれて、 元気にさせてくれてた方たちだったから涙が止まらなかったとツイートしています。今後、池江里香子さんが活躍されるよう応援していきたいですね。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルではグラビア、モデル、アイドルなどを紹介しています。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。